の金メダル須崎優誰かの活力になっていたら嬉しい東京五輪レスリング女子5 0キロ級の金メダリスト須崎優衣22イコール壮大と同男子フリースタイル6 5キロ級で金メダルを獲得したおロダろク人22イコール自衛隊が会挙から一夜明けた8日都内で会見を行った須崎は8年間目指してきた金メダルを獲得できたという実感が 少しずつ湧いてきた。勇気を持って攻めるレスリングで金メダルを獲得して勇気や感動をお届けできるように頑張ろうと思っていた。誰かの活力になっていたら嬉しい。大倉は金メダルが手元にあるのは不思議でまだ夢のような気持ちですと語った。共に五輪初出場で掴んだ表彰台の頂点。2024年パリ五輪など今後について須崎は東京五輪で 金メダルを取れてさらなる高みを目指したいと思った。体を休めて次の目標へ向かっていきたい。大黒は3年後にパリ五輪があるが目指すかはわからない。この後休んで少しずつ前に進めたらいいなと考えていると語るにとどめた。東京五輪第16日レスリング女子50キロ級決勝2021年8月7日幕張メッセ。 女子50キロ級で優勝した須崎の姉、舞さん26が、スポニチ本市に手記を寄せた。同じ壮大レスリング部出身で幼少期からの素顔を知る姉が、天才少女の成長の奇跡を明かした。ゆい、おめでとう。そして、ゆいの金メダルが私の夢でもあったので、実現してくれてありがとう。開会式の更新で良い顔をしていたから、 きっっっととやててくれると思っていたよ。私は小学生で一度レスリングから離れたけど優位が始めたからまた一緒に頑張ろうって気持ちになれました。最初の頃は練習中にトイレやカーテンの後ろに隠れて遊んだり本当に普通の女の子でまさか五輪でメダルを取るような選手になるとは思わなかったよ。二人とも日曜の練習帰りに連れて行ってもらうお寿司が楽しみで通っていたよね。でも 負けず嫌いで努力家なところは変わってない。4歳違う私とは体格差もあったのに勝つまでスパーリングをお願いしてきたし、腕立ても腹筋も言われた回数より必ず1回多くやっていた姿はよく覚えています。ユイがエリートアカデミーに入って家を出てからは帰省するたびにすごく強くなっていると感じていました。初めての全日本選手権で二位に入ったり、世界選手権代表になったり、 最初は私も負けていられないと思っていたけど、少し遠い存在になって、ライバルというより応援したい気持ちが強くなりました。寂しさはなくて、本当に成長が楽しみだったよ。緊急事態宣言はゆいが家に帰ってきて、大変な時だったけど、久しぶりに家族4人揃って楽しい時間でした。弱音を吐かずに部屋で黙々と練習して、私にも何かできることはないかと土日は、一緒に、 階段ダッシュや打ち込みをしたね。ゆいが五輪に向けて努力をし続けてきたことは知っています。一度東京五輪が難しくなった時はとても落ち込んでいたけど、すぐに頑張っていたら何か良いことがあると信じると連絡をくれたよね。本当にその通りになったと思います。ここまで気も張り詰めていたと思うので、ゆっくり休んで焼肉とか美味しいものを食べに行こうね。 お疲れ様でした。レスリング須崎ゆい元寿司屋も応援好物のネバネバ、スタミナ爆弾で粘り強く、東京五輪のレスリング女子フリースタイル50キロ級が6日から始まり、金メダル候補の須崎優いが登場する。騎手を務めた開会式から14日、待ちに待った出陣だ。須崎が小学生の頃から通う千葉、松戸市の寿司店。 金太郎寿司時は平店では一週間ほど前から店内に特設コーナーを設け地元から応援を続けている店長の八木下光雄さんは本当に普通で優しそうな女の子と須崎の印象を話す店内には応援ポスターが貼られているがポスターに映るユニフォーム姿とカウンター席に座る姿にギャップがあるので常連のお客さんでも言われなければ気づかないくらいです須崎は 五輪内定後の今年5月にも家族と来店し定位置であるカウンター席に座った。好んで食べるのはスタミナ爆弾、板さんを任せ握り、サツマイモの天ぷら、同店名物のスタミナ爆弾は海鮮とともに納豆や山芋などをあえたもので、八木下さんはそんな名物とかけ粘り強さで抑え込んでと願った。特設コーナーには 須崎の母が持ってきたというユニフォームのほか特製のポスターも掲示しているポスターや店外に掲げられた横断幕など全てを手掛けるのは常連の山田勝さん看板屋を営んでいることからその技術を活かし無償で作っている山田さんはカウンター席で須崎と居合わせると応援しているよと声をかける家族との私服の時間のため多くは話しかけないというが 頑張り屋で明るい良い子。応援しがいがある子ですよ。ポスターも作っていて、楽しいですと明かす。同じ店に通っている子が五輪で金を目指しているなんて、すごいこと。松戸市からも、我がねメダリストなんて聞いたことない。目指せ栄光の金メダル。金メダリストを祝福する新作ポスターも店の裏で出番を待っている。